はい、お世話になります。スライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。最近ってここのとこずっとなんですけど、YouTube を見ていただいて、いろいろご連絡いただいてありがとうございます。で、本当に、なんていうんかな、みんな優しく、こう、応援していただいているのがよく分かって、ありがとうございます。で、電話をいただいたときに、この間言われたのが、初めて電話をいただいてるんですけど、僕のこの声が聞きなじみがあるので、ボスですかとか、あと、こう、親しみを持って会話をしていただけるのが、すごくありがたく、なんやろな、いいよね、こう電話で話したりした時でもね、多分連絡いただいた方は分かるんやけど、こう何もないけどすぐ近くなって笑い合えて、いろんなこと聞けて、なんかね、バイクのことを喋れるね、仲間ができるような感じがあってね、本当にいつもありがとうございます。で、今日は何を紹介するかといえば、さっきから持ってるこれです。これ3D プリンターのダイレクトプリントで制作した、ものです。これは型とかがなくても、樹脂成形ですね。もうすごくしっかりしたものです。どういったかな。ほら、こんな。もう今の時代はね、こういうものがね、プリンターでできるんですよ。型なんか使わなくても。で、何をしたかといえば、これ。これです。これはね、よく車両をフレームを、車両でフレームをこう、なんていうかな、リジットフェンダーとかにつけたときに、このフェンダーレールが、今のソフテールモデルっていうのが、ここ、フェンダーレールを外すとこんな風になってるんですよ。フェンダーがここでこう来てて、こう見たらわかるかな。へこんでるんですよね。フレームがプチって消えた状態になって、これがね、海外でもここを隠す商品が出てるんですけど、ちょっとそれがこう、形が、デザインが入ったりしてるんで、もっとシンプルに、せっかくリジットを、フラットフェンダーにしてリジット風にするんやったら、ここがフレームのように綺麗に沿う形の方がいいかなと思って、ちょっとそんなものをこれで作ってみました。で、これから黒に塗るんですけどね。こう合わすと、ほら、ピッタ。3D スキャナーで撮って、プリンターで作るんで、本当にダイレクトに綺麗に作れるんですよね。ほら。今、色がこんな状態なので、こう、浮いて見えますけど、これが黒になったら、フレームがそのままスーッとつながってるように見えます。で、ちょうどこのフレームの切れ目に合わせて切れるようにしているので、リジット風に見えるようにちょっと作ってみました。これ一応、商品化をします。そんなにね、売れるわけじゃないけど、多分、皆さん困ってられる方も多いし、で、同じもんばっかしみんなつけてもあかんからね、僕らもこういった商材作っておこうと思って、多分この商材は世界で、日本ではうちそこしか多分作ってないんじゃないかな。で、ダイレクトプリントしてるっていうのも多分ものすごく珍しいと思います。こんな形かな。ちょっとまだね、販売の価格等は決まってないんですけど、もしか、ここが見えてかっこ悪いと思ってる方がおられたら、トライじゃもうすぐ出すんやなと思っておいてもらったら嬉しいです。はい、今日はこの簡単にそのプリンターのこと早く終わらせてしまったけど、今ね、おかげさまで 3D、スキャナーとか、あと CAD とかを使っての生産っていうのがどんどんできてます。で、実はこの間できてるやつで、こういったやつ、これはね、ツーリングモデルとかの真ん中のこのフレームの間に入れるやつですね。こういったもんであるとか、結構ね、いろいろ実はサンプル作っていってるんですよ。マフラーのね、こんな形のマフラーとかね、ちょっとね、いろいろ作ってます。で、もちろん、見えるかな。ちょっとね、いろいろこれから作ろうとしてます。で、お電話、なかなかその、ちょっとでも開発していっていいものができるように努力していきますんで、これからも応援よろしくお願いします。それと皆さんYouTube 見ていただいてありがとうございます。それと優しい声かけていただいてありがとうございます。で、電話で何かあって問い合わせした時には、いつも聞いてるって言ってくれたらいいですから、ゆっくりお話ししましょう。いつもありがとうございます。今日はこんな感じ。いつもありがとう。